ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。今回はことぶきパワーボックス SV240X 後編です。前編では開封と組み立て、設置を行いました。果たして水流と可動音はどれぐらいなのか。はい、45センチ水槽でございます。すでに水を入れています。呼び水はやらないようなので、早速稼働させていきたいと思います。参ります。スイッチ、オン。さあ、今、水が入ってます。こっちのホースから水入ってます。ホースが透明だから、こう、水の、こういう感じはわかるね。さあ、どうかな。おお。あ、でも、いいね。ほんと呼び水不要です。シャワーパイプの様子はこんな感じ。すべての穴から均等に水が出てます。指を当てても痛くないので威力はちょうどいいと思います。振動あるかな？あ、振動ないわ。やっぱりモーターが水槽にあるから本体は振動がないです。音はめちゃくちゃ静かって感じではないんですけど、うるさいってこともないです。はい、今音を聞いてもらいましたが、寝る部屋では厳しそうです。エアで音が消えるぐらいなんで静音レベルなんですけど、静かな部屋だと響きそうです。それで水中ポンプをつけてる面は、ここ結構振動感じます。水中ポンプ結構振動あるんで、その音が多分響いてるんじゃないかなと思います。実際こう手で触れてみても結構揺れてます。そこがね、気になる人は気になると思います。ただフィルターケースは無音です。ここはもう振動もないし音もないので、問題はこの水中ポンプだね。こいつはちょっと音が鳴るっていう、そういう特徴があります。続いて水流、角型スポンジを入れていました。現在はシャワーパイプを水面から出して流量最大です。突出口付近の様子、ビニールテープが少したなびいてます。真ん中は少し動いてます。右も少し動いてます。左も少し動いてます。なので全体的に緩やかな水流が起きてます。下の角型スポンジも少し揺れてるので、小型水槽でちょうどいい水流だと思います。突出口付近の水面は揺れてるんですけど、その他は揺れてないので、もしかしたら油膜が発生するかもしれないです。ただシャワーパイプの威力は弱いので、こう観察してもね、この空気の泡が水槽を覆わないんですよね。だからシャワーパイプを水面から出しても観察しやすいのと、あとそんなにこう水しぶきがないんですよ。それもいいよね。続いてシャワーパイプを水中に沈めました。あまり変わらないね。水中に沈めてもね、このモーター音が響きます。突出口付近の様子、ビニールテープがたなびいてます。真ん中は少し動いてます。右も少し動いてます。左も少し動いてます。なので全体的に緩やかな水流が起こってます。あまりね、水上に出した時と変わらないので、お好みでどっちかつければいいと思います。水上に出すとシャワーパイプの音でこのモーター音が少しかけされるんですけど、水中に沈むとやっぱりこの音響きます。だからより静かに買いたい場合は、シャワーパイプ水面から出した方がいいと思います。角型スポンジも一部停止してるんですけど、この突出口付近がやはり水流強いので、ヒレの長い魚を買う場合は何か対象物を置いて水量を和らげた方がいいと思います。あとここにね、角型スポンジ吸い込まれてます。だからゴミを吸う力強いと思います。水面はね、突出口付近は揺れてるんですけど、他の部分揺れてないので多分油膜発生すると思います。このパターンを使う場合はエアレーションあった方がいいと思います。全体的にこう洗濯機状態になるほど水流強くないので、とても使いやすいと思います。本来はこの辺で終わればいいんですけど、いくつか惜しい点があったので、それについて語らせてください。まずインペラが手で取れないです。このモーターの中にインペラあるんですけど、こう掃除しようと思ったら手で取れないですね。だからピンセットで取る必要があります。それはまだ可愛いもんで、これ、ね、振動やっぱりすごいです。このホースとかこの本体はね、全く振動しないんですけど、こいつは結構振動するんで、魚ストレスになるんじゃないかなと思います。例えばこう水槽をこう叩いたら魚びっくりするじゃないですか。なんでかって言ったら振動に敏感なんですね。だからこれがね、この本体がずっとこう振動してるんですよ、こんな感じで。これが魚にとってストレスになるんじゃないかなと個人的には思います。そして水中ポンプとホースをクリップで固定してるんですけど、このクリップ結構硬いんですよ。だから魚当たってこれ鱗傷つかないかなって気になります。ここがね、ナットだったらよかったんですよ。ナットだったらね、こう出っ張りとかなくて魚も問題ないと思うんですけど、個人的にはこう硬いものって水槽の中に入れたくないんですよ。あとね、シャワーパイプしかないんですよ。だからもうちょっと別のアタッチメントがあればよかったですね。ジェットノズルとか水流や拡散突出口とかね。あとこの本体の中に外書き式フィルターの純正マットを入れてるんですけど、あれね、入れるのがちょっと大変なんだよね。前編のコメントでもいただいたんですけど、なかなかこう溝に入らなくて、そこでね、時間かかってしまうので、こういうマツダのバイオネットっていう小さいアクアリウム専用のロザイネットがあるんですけど、これを入れて使った方がいいと思います。例えばね、こんな感じでもう満杯まで入れて一つ入れたり、
あとはこれ半分ぐらいにして、下にね、このリングろ過剤って上にサブストとか入れて、物理ろ過と生物ろ過をこう一つのろ過槽で共用させるのもいいと思います。その方がお金かかんないと思います。バカ正直にあの純正マットをね、やってたらあれすぐ汚れるんですよ。だから、ことぶきは儲かるんだけど、飼育者はね、ちょっと痛いということで、ろ材ボックスも入れにくいのあれ全部取って、ろ材を網に入れて入れちゃった方が楽だと思います。そうすればより飼育者の手間が減ると思います。さらに、これは横置きしてくださいって書いてます。だから、よくある水槽台の上に水槽があって、下にろ過器を置く定番の使い方ができないです。あと、洗う時にこのホースだけ取り外せないので、結局本体と水中ポンプ持ってどっかに移動させないといけないですよ。だから床が濡れてしまうという欠点があります。だからできればこのホースだけ外せるようにしてくれれば、こう本体を洗わずにね、ホースだけきれいにできるんで、よりこう生物ろ過を活かせると思うんですよね。もう一つ欠点があって、高度長短いです。80センチしかないので、もう少し長い方が良かったです。性能良くて高度長短いやつが結構あるんですけど、まさにそのパターンで、せめて 1.5 メートルぐらい欲しかった。あと水中ポンプは結構目立ちます。45センチ水槽でも存在感があるので、30センチとか36センチ水槽だったらもっと目立ってしまうんじゃないかなと思います。あとここね、微妙に隙間あるんですよ。だから小さい魚が入り込む可能性があります。そして水ないですが、このね、穴大きいんですよ、吸い込む穴。だから稚魚稚エビには使えないですね。まあそれは公式の説明書に書いてあったんですけど、小型水槽で結局小型魚を買うんですけど、その小型魚は吸い込む恐れのある水中ポンプを水槽の中に入れるっていうのはちょっとあれだよね。だからもうちょっとこう穴小さくしてほしかったなっていうのは気持ちあります。最大の欠点が、あの注意書きがやたら多いです。オーリングの寿命が6ヶ月しかないとかね、海水水槽とか爆暗石を使ってる水槽、ソイル水槽だとインペラの需要が早まるから早めに交換してくださいとか、なんていうかな、すぐ壊れますよっていうのがことぶき言ってるんだよね、説明書で。だからこの水槽はね、ベアタンクか砂利水槽しか使えないと思います。あの摩耗してもすぐインペラ弱くなるとかね、そもそもオーリングが6ヶ月しか持たないっていうのは致命的だと思うんですよ。例えば海水とか汽水とか爆発石のやつだともっと早まるみたいなこと書いてあるんでね、3ヶ月4ヶ月でダメになって水漏れするのかなとか、その辺が気になって、こう安心して使えないんですよね。この説明書見ればわかるけども、めちゃくちゃ注意書きあります。だから私は不安になるんですよ、耐久力大丈夫かなって。もうことぶきがね、この製品すぐ壊れますぜっていうのをね、もうやたらね書いてるんですよ。だからいや大丈夫かなこれってのがね、すごく心配になりました。使ってみないとわからないんですけれども、耐久力に懸念が残ると、それが最大の欠点でございます。ただですね、利点がたくさんあります。まずホースとてもつきやすいです。このナットがすごく回しやすいので、着脱は簡単です。これ硬かったりしたらね大変なんだけど、ホースがすごく柔らかいから初心者の方でも簡単に組み立てることができると思います。しかもこのホース透けてるんだよね、だからホースの汚れ具合がわかりやすいです。あとシャワーパイプの長さが短くて使いやすいです。小型水槽に使うことを想定してるんで、これが長いとね、小さい水槽つけれないんですよ。だけどこれ小型水槽専用なので、短いから30センチ水槽とかそれより小さい水槽でも使えると思います。あとこのキスゴムにね、突起がないんですけど、吸着力がねそんなないんですよ。だからすごくね、逆にこう外れやすいってこともあるかもわかんないですけど、こう着脱するときこれ、ね、取れねえってことあるんですね、これきつくて。だけどそれがないから、こうすぐ取ってね、すぐつけれるから掃除もしやすいと思います。さらに電源入れればすぐ稼働してくれるので楽ですよね。ほんと呼び水不要でした。しかもこの赤いデザインがすごくかっこいいよね。この X ってここに書いてあって、こう型番もね、名前もかっこいいし、でコンパクトで場所を取らないんですよ。特にこのボディの透明度が高いので、ろ過剤の汚れ具合が分かりやすいです。だから洗い時が分かるんだよね。だからちゃんと機能するデザインなんですよ。水流もちょうどいいし、何よりも致命的な欠点がないんだよね。今までの小型外部はうーんっていうのはあったんですけど、このろ過器はそれがないので、とても使い勝手がいいと思います。個人的には気に入りました。吹雪テトラ、はい、ということで、少々音はしましたが、すぐ指導してくれたのでよかったです。注意書きが多いのと振動があるので、長期的に使うと何か不具合が起きるかもしれません。しかし、デザインがかっこよく、水量がちょうどいいので、使いやすいろ過器だと思います。ろ過槽の自由度が高く、メンテナンスも比較的しやすいので、初心者の方でも問題なく使いこなせると思います。今日もご視聴ありがとうございました。このふぶきテトラチャンネルでは、アクアに関することを中心に、比較や検証も行っているので、ぜひチャンネル登録お願いします。以上、ことぶきパワーボックス SV240X 後編でした。ありがとうございました。バイ。